みなさん、こんにちは。国際薬膳講師の十名琴久美です。今日は皆さんに、私が以前暮らした香港で、一般的に。 実践されている中医学的な考え方に基づく食用場についていろいろとお話ししたいと思います。えー、私が香港に住んでいたのは2010年から2015年までの間の6月から9月のあたり、夏の時期ですね。夏だけ毎年香港に住むというちょっと特殊なパターンと言えるかもしれないんですが、そういう生活を送っていました。 当時はまだ私が京都に住み始める前で、その頃は東京ベースにいろんな場所を年中飛び回っていたので、ある意味夏の間は香港という一つの場所のカルチャーにどっぷり使って過ごすことができるとても貴重な時間でした。香港に住んでみて初めて私は様々な民族、様々な文化の人たちが一つの狭い香港という土地に暮らす。 という、その多民族、多文化の感覚を肌で、そして目で、舌で感じることが、学ぶことができました。で、それを通じて実感したのが、私自身子供の頃から比較的固定観念とか偏見とかそういうものを持たない方だって自負してたわけなんですけど、でも実際にいろんな民族の方、国の方、いろんな文化の方に触れて、 喋って一緒にご飯を食べたり、そういう経験の中で、やはり自分の中でも知らず知らずのうちにちょっとしたバイアスみたいなものを持っていたんだなっていう部分に気づくことができて、本当に恥ずかしいと思う気持ちもあったんですけど、そういうふうなことを早く知ることができてよかったなというふうに香港で思いました。で 私がまず香港に暮らし始めた時に知って驚いたことが信じられないぐらい強い冷房でした。もう本当に当時の香港の冷房ってもう冷やしすぎて30分ぐらいするともう頭が痛くなってくるぐらい室内が寒かったんですね。特にショッピングモールとかスーパーマーケットそういうところホテルもそうなんですけど もう本当に寒かったです。で、去年パンデミックを挟んで久々に香港に行ったら、まあ以前よりは若干穏やかになってたんですけど、それでも今も日本に比べるとかなり強めに冷房を効かせています。で、その理由なんですけど、まあ、湿度がものすごく高いので、除湿の意味もあってそうしてるらしいんですが、ともかく最初住み始めた頃は、 それにびっくりしました。そういう意味で、香港では夏場でも内臓をちゃんと温める養生っていうのが実は大切になってくるんですよね。もちろん、高温多湿の場所なので水はけを良くしたり熱を冷ますというそういう食養生も大切なんですけど、そればっかりじゃなくて冷房で冷えた内臓を冷やさないようにするような養生の仕方が大切になってきます。 そこで重宝したのが中国料理の中でも特にスープに定評がある関東料理の薬膳スープだったんです。香港では地元の食堂や関東料理店に入るとライトンという本日のスープというメニューがホワイトボードとかに書かれていたりして大体はその季節に合った食材を使った薬膳スープなんです。例えば高温体質の香港の夏の気候に合った冬瓜とか ゴーヤ、小豆、トウモロコシ、ハトムギなどの熱を冷ましながら余計な水分を巡らせてくれるような食材とか、あと、汗で出ていってしまう木を補ってくれるような食材を使ったスープが多かった気がします。で私もほとんど毎日どこかのお店のライトンをいただいていました。ここで重要なのが、 体の熱を冷ますために、温かいものを食べながら冷ましていくという考え方なんですよね。暑いからといって、冷やしたトマトやキュウリを食べたり、あとは冷たい飲み物を飲みすぎたり、そういうふうにしていくと、消化器官である火がダメージを受けて、さらに水はけが悪く、そして体がだるくなってしまうんです。その一瞬だけは冷たくて気持ちいいかもしれませんが、 長い目で考えると体に逆にダメージを与えているんです。なので、香港のスープのように熱を冷ます食材を温かいスープでいただく。そうすると内臓を冷やすことなく熱を冷ますことができる。とっても素晴らしい知恵だと私は思います。お店でいただいたスープを真似して住んでいたホテルのキッチンでも自分でスープを作っていました。 例えば、ハイオールオス、豚スペアリブとレンコンとピーナッツの組み合わせのスープや、あとは気を補って水分を巡らせる骨付き鶏肉とトウモロコシのスープ。あと、体の熱を冷ますカモ肉と冬瓜のスープなど、組み合わせは無限大です。国が違えば食材も違うということで、 私が香港の冷房で体の芯から冷え切ってしまったときに、いつもいただいていた温めスープっていうのがあって、それはヘビ肉のスープです。皆さん、ヘビと聞くともしかしたら微妙な味と想像されるかもしれませんが、まあそれは全くの誤解です。私が主に通っていたヘビスープ屋さんのスープは、 細切りになった淡白な味のヘビ肉と鶏肉、キクラゲが主に入っていて、全体的に生姜が効いた本当にコクがあって美味しい薬膳スープでした。三口目ぐらいにはもう胃の中からポカポカしてきて、さっきまでもう本当に毛布にくるまりたいと思っていたぐらい冷えていた体がふわっと溶けていくような、そんな感じ。ヘビ肉は体を温めて、 ケツを巡らせてくれる食材なんです。あと、これは中国料理全体に言えることでもあるんですが、コラーゲン質の食べ物がメニューに必ず載ってるんですよね。例えば、豚足の煮込みや鳥のもみじの煮込み、牛や鹿のアキレス腱の煮込み、他にも豚スペアリブや手羽先なども身近な食材ですが、 こちらにも体を潤してくれる成分がたっぷりと含まれています。香港は湿度が高いし、潤い食材なんていらないんじゃないと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、湿度や水分がイコール体の潤いになるとは限らないんです。正確に言うと、湿度や水分も大切な要素だけど、それだけでは人間の 潤い要素である血や新液は作れないし、逆に余計な水分が体の中に届こうって水はけが悪くなると、必要なところには届かないで、余分なところにヘドロのように溜まってしまったりするんです。なので、体を常に潤わせるためには、適度な水分を取って、体を潤す食材を食べて、余計な水分は代謝するという、これがセットで必要なんですね。 なので、私の場合は、香港にいたた時は、関東料理店でアキレス腱煮込みを食べたり、香港中にあるタイ料理屋さんで豚足煮込みを食べたり、あとはヤムチャの時に鶏のもみじ蒸しを食べたり、他にも豚スペアリブを使った本日のスープを飲んだりして、潤いをキープしていました。それは今の日本での薬膳生活でも習慣化してそのまま続けています。 そして他にも香港の食用場といえばデザートですよね。クルミやゴマなどのジンを潤す食材を使った甘さ控えめのデザートスープや、あとは日本のものよりもずっと甘さ控えめの小豆のお汁粉。あと日本では杏仁豆腐の材料として知られている京仁も温かいスープとして出てくる場合もあります。見た目が真っ白なので、なんとなく冬っぽい感じなんですが、 あとは、サツマイモやタロいもを使ったデザートや、湯葉を使ったものもあるんです。他にも、白きくらげ、ぎんなん、ハスの実、ハト麦、緑豆など、日本ではあまり一般的ではないものも、デザートの材料としてふんだんに使われています。あと、シロップも普通の甘いだけのものと、生姜を効かせたものがあって、 冷えてるなぁと感じた時は、生涯入りのものを選ぶこともできるんです。私の場合は、例えば、なんとなく体がむくんでるなぁと朝起きた時に思ったら、その日は緑豆や鳩麦、小豆を使ったデザートを食べに行っていました。あと、潤い補給したいなぁと思ったら、温かいクルミやごマのスープを飲んだり。他にも、前の晩にお酒をいつもより飲みすぎて、 体にちょっと熱が滞ってるなと思ったら、香港にあるお茶スタンド、ロンチャポーというところなんですが、そこに行って、清熱作用のあるカメゼリーを食べたりしました。このロンチャポーというのは、香港の街角にあるお茶スタンドなんですけど、体調別に数種類の漢方茶を売っているお店で、至るところで見ることができます。 で、そこに行くと、漢方茶とともに亀ゼリーが置いてあるところが多いんですけど、亀ゼリーっていうのは亀のお腹の部分を干して粉末にしたものと、生薬を数時間煎じて抽出したものをゼリー状に固めたデザートなんです。聞いているとちょっと味が想像つかない、なんだろうという方も多いと思うんですが、実際はコーヒーゼリーに近い味でとっても食べやすいです。 あと他にも香港にはインド料理屋さんが山ほどあったので特に南インド料理店に3日に1度くらいは通って体の水はけを良くしてくれる豆料理をたっぷりといただいていました2010年頃ってまだ東京にそれほど南インド料理店が多くなかったので香港に行って初めて知るメニューが結構多かったですね 日本に多かった北インド料理のクリーミーでボリュームのあるメニューとはちょっと違って、さらりとしたカレーや使っているスパイスの種類も違ってましたし、と主食も米や豆を使ったものが多かったりと、高温多湿の香港の食用場にぴったりだなと思いました。またインド料理以外にも、香港はタイ料理とベトナム料理のお店が本当にたくさんあって、 やはりどちらも高温多湿の地域のお料理なので、日々の薬膳の参考になるメニューが多くて、食べるたびに発見がありました。今思い返すと、1週間のうちの外食の比率としては、南インド、ベトナム、タイ、関東料理をはじめとする中国の様々な地方料理を日々ローテーションしていた気がします。 そんな風にして香港に住んでた頃は毎日暑い中汗だくで街中を歩き回ってもそうした高温多湿の地域に適した食用場のおかげで毎日私も元気いっぱいで香港人がパワフルな理由がよくわかりましたさてここまで私の懐かしい香港時代の食用場についていろいろとお話ししてきたんですが いかがだったでしょうか昔から中国各地をはじめ世界中の文化が入り混じり豊かな食文化を作ってきた香港の街目まぐるしく変化する街の土台に揺るぎない長い歴史がある中医学的な食用場のベースがあって情報過多で不必要なまでの外的な刺激プレッシャーを抱えて生きる現代人にこそむしろ 揺るるぎなななさっていいいうのは頼もしく映んじゃないかなと思います私自身もそんな中医学的な食用場に魅了されている一人です。また近々足を運びたいと思っているので、その際には最新の香港の情報をお伝えできたらと思います。10名の薬膳ラジオでは、中医学や薬膳に関するお話をわかりやすくお伝えしていこうと思っているので、また次回。 お仕事や家事のお供に聞いていただけると嬉しいです。